闇商人が接触してきて、あのラジャンの巨大ルビーを欲しがっている。あれを手に入れたら、計画に必要なチェリーボム500と取引してくれるんだ。チェリーボム 500? 強烈だな。いいや、ちょうどいい。ルビーを台から外すには、君のセプターで何回か叩くだけだ。任せろ。出番だ。スライがルビーを外したから、闇商人のところまで届けてくれ。今すぐ行くぜ。マレ、ルビーは丸ボタンで拾うんだ。ルビーはとんでもなく壊れやすいぞ。ベントレーが先回りしてクッションを膨らませておくから、君はうまくそこへ投げるんだ。じゃ、滝のそばのランデブーポイントで落ち合おう。ルビーですね。あちきのボスに購入するように進めましょう。早速うちのバイヤーに届けて契約を。スーパーギャング、約束通りだな。これはまさにインドの宝。ベントレーとの約束通り、チェリーボム500と取引しようじゃないか。
んな洪水じゃ足りない。もっと派手に行かなきゃダメだね。寺院の像の口を爆破すれば寺院全体が水浸しになるだろう。マーレーが像の口をこじ開けている間、僕はヘリから援護するよ。象の口が開いたら、スライがチェリーボム500を喉の奥まで突っ込む。そして、できるだけすぐに離れるんだ。ラジャンは激怒して寺院から出てくるだろうから、飛びかかってクロックベルクポンプを奪い取れ。そしたらすぐ逃げよう。